じゃあ次5問目、こちらね、こちらもサービス問題です。ガオアシキャストの中で優しいのは役者さんですね。これサービス問題やめます。え、今日ここにいる3人以外にしましょう。ちょっとサービス問題やめます。難問にします。一気に難しくなっちゃいました。激ムズっすマジで。いっぱいいますからね。みんな優しいですもん。だってやべえこれ、やべえな。俺がタクさんのポジに来たとしたら、俺はアイコンタクトで大鈴くんから絶対見つけてみせる。のぞみコーチからそう言われたんで、俺絶対見つけてやりますよ。ちょっと待ってください。僕が優しいでしょこれ。誰が優しいじゃない。いや、みんな優しいんですけどね。決めました。ちょっと勝手に勝手に落ち着かないでしょ。全然俺いきますよ、うん、マジいけるかな。伝えました。マジマジです。僕はあのお前マジ信じるぞ。信じます。おお、いったっぽい、いったっぽい、いったっぽい。俺に恥かかすなよ。かかせないですよ。分かった。よっしゃ。じゃあまず大鈴くんから見ようか。わかりました。見せてこれ。僕は近広さん。なるほど、福田監督ですね。はい。タクちゃんは、ヤシロですね。なんでだよ。めちゃくちゃ思わせぶりでした今。ここにいる人書いちゃダメって言ったのに書くと思ったの。すごい目で八代さんウィンクしたんですよ。ウィンク、俺にウィンクしたんですよ。違いますよ。八代さんですよって。そうでも八代さんですって。俺たちがルールなんて破っちまいましょうって。俺たちがルールです。ルール破るし自分隠しでもう恥かいたわ。もう激ムズ問題になった。試合中にフォワードが言いそうなこと。